中島めぐみの進化論。なくしたものと世界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、中島めぐみです。2月17日ということで、私のセカンドアルバム発売が着々と近づいてきております。中島めぐみセカンドアルバム Be With You が3月7日子供のおもちゃのさなちゃんの誕生日に発売になりますよ。そしてトールリースプレゼンツ中島めぐみサードライブツアー2012とことん Be With You、 このセカンドアルバムを引っ提げてのツアーチケットの一般発売がスタートしています。東名阪ゼップツアー、3月25日ゼップ名古屋、4月7日ゼップ大阪、そして4月8日ゼップ東京と、なかなかもう近づいてきているんで、一生懸命準備をしている最中でございます。ライブはもちろん、グッズも今回もう超可愛いのを、今用意しているところなんで、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。ということで、今日も最後までお付き合いください。中島めぐみ YouTube 公式チャンネル、まめぐチャンネルから全世界に向けてお送りする癒しのプログラム、中島めぐみの進化論、本日もスタート。中島めぐみの進化論。さてさて、2月1日にリリースされました私の6枚目のシングル、トライユナイトハロー、こちらへの感想がじゃん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 届いております。ありがとうございます。もうほんと時間のある限り紹介していきたいと思うんですけども、今日はこのお便りを読みたいと思いますよ。ハンドルネームさやかさん、まめぐちゃんこんばんは。こんばんは。トライユナイト聞きました。ハウスサウンド超かっこいいですね。 PV もかっこかわいくてヘビロテしちゃってます。手を広げてぴょんぴょん飛び跳ねるまめぐちゃんが素敵です。初めてのグリーンバックでの撮影はどうでしたか？撮影秘話などあれば聞かせてください。そしてハンドルネーム村尾さん、まめぐちゃん何ですか、トライユナイトハロー素晴らしすぎじゃないか。各楽曲はもちろん、ジャケットや写真満載の歌詞カード、 CD 盤面に至るまでデザインも文句なし、早くライブで丸がしたいです。 PV で一瞬ですがキャーってなってるシーンがすごく印象に残ったんですが、演じるにあたり何か意識したことなどあれば教えてください。コップ落としてもうたではないですよね。ということで、他にもたくさんのメール本当にありがとうございました。今日はですね、進化論では実はあんまりお話ししてなかったかもということで、トライユナイトの PV のお話をちょっとしたいなと思います。さやかさん、そして村尾さんから質問にもありましたね、 PV について。そうなんです、今回トライユナイトの PV は初グリーンバックで撮影したんですね。グリーンバックって本当すごいんですよ。どのぐらい広いスタジオだったかな、めちゃめちゃ広くって、体育館の半分ぐらいの広さのところが本当に全部ちょっと緑っぽいグリーンの布っていうんですかね、がかかってて、まあそこにこう CG を当てはめるようになっているわけなんですけど、そのグリーンバックの中に、こう本物のセットが組まれてまして、今回トライユナイトのテーマとして街っていうのが PV のテーマになってるんですけど、道路、アスファルトですね、アスファルトと街灯っていうのがリアルにスタジオの中に出現したんですよ。本当に美術さんってすごいなと思って、もちろんね、重たいですので本物のアスファルトではない、また別の素材で作ってるわけなんですけど、そこにこう塗装をしたりですとか、リアルにこうね傷をつけたりですとかして、
こうセットを作り上げるわけなんです。普段私たちというか私はテレビとかを見ててね、何気なくこのセットすごいなとか思ったりするわけなんですけど、すごい完成度の高さで、そういった PV 撮影っていうかセットありきの PV 撮影っていうのは私初めてだったので、もうそのスタッフさんのパワーに感動しました。そしてそのグリーンバック、まあ強いて言えばその中に一人ぼっちになっていろいろ口というかリップシンクっていうんですけど、歌詞をこう口ずさみながら映像を撮ったりですとか、イメージシーンって言ってその口パクリップシンクはないんだけどもちょっと演技をしてるシーンを撮ったりですとかっていうのを、まあ丸1日半日くらいですかねかけて撮りました。そうだな、なんかこう振り付けがね、トランユナイトは、まあ、今の時点でついていなくって自由演技だったのですよ。でその時はこう緊張しててカメラの前に出てもなんか全然動けなかったらどうしようとか思ったんですけど、まず全身のシーン撮ります。中島さん自由になんか踊ったりとか跳ねたりしていいんで歌いながら演技してください、用意スタート。で曲がかかった瞬間、なんかその不安とか緊張が一気にシュパーンとどこかに飛びまして、イエーイみたいな、もうなんかすごいライブかっていうぐらいはしゃぎ回っちゃって、そのはしゃぎ回っちゃってる姿がそのまま PV に映ってるっていう、なかなかこうシュールな、あシュールじゃないですね、真面目にやったんですけど、個人的にはああの時本気で笑ってる絵が使われているとか、そういうなんかちょっと演技なんだけど素って言っていいのかな、まあ、本当に楽しんじゃってる私が映っていたりとかします。でそのイメージシーンっていう中でハンドルネーム村尾さんが聞いてくださった叫んでいるシーンっていうのがありまして、そこはなんていうか今回のトライユナイトの PV では2人の女の子がいるんです。これ先に話せばよかったよね、ごめんね。2人の女の子がいるんですよ。でジャージを着ていてちょっと元気な女の子と白いドレスを着ていて、まあ、優雅っていうか少しおとなしめの凛とした感じの女の子と2人いるんですけど、こうジャージの元気な女の子の中にその白いドレスを着たちょっとおとなしめの優雅な女の子がいるっていう解釈でもあり、白いドレスの女の子の中に実はものすごく弾けて元気な女の子がいたり、どっちもなんですよね。なんかこうフィードバックし合っているようなイメージなんですけど、そのキャーって叫ぶシーンはなんていうのかな、何か嫌なことがあったとかそういう衝撃があったとか、もちろんあの村尾さんのコップ落としてもうたとかそういうことがあったっていうよりも、自分のハートの中心の中で何か今まで抑えてきた感情が弾けちゃうみたいな、そういうイメージで叫びました。なので今回の PV はまた他のアイテムでシャボン玉が印象的にこう使われてるんですけども、それがこうパンって弾けた瞬間に今まで見たことがなかった新しい自分が飛び出してくるよみたいなのをその叫ぶシーンでこう表現したので、まあそういう流れでいろいろ PV を撮っていって、表情としてもニコッと笑ってたり爆笑してたり飛び跳ねてたり凛としてたり、本当にいろんな顔を撮ってもらったなと思います。なので素からライブのあのステージ上にいる私までいろんな振り幅が自分でも発見できて、結構記念っていうか自分の思い出アルバムみたいになってたりもします。きっとこの PV も曲もそうですけど、22歳の今の私じゃないときっとあの表情はできなかったんだろうなっていう瞬間がギュギュッと詰まっているので、すごく宝物になりました。なのでこの CD シングルですね、ずっと長く聴いてもらえると嬉しいなと思うんですけども、 PV もぜひ
こういろいろ見て、細部まで見て、一回一回いろんな発見を皆さんにしていただけたら嬉しいなと思います。そしてそのイメージを持ってアルバムを聴いてほしいなと思うし、そのイメージからライブでのトライユナイトはどういい意味で変わるかっていうのも期待しててほしいなと思います。ということで今日はちょっと遅くなりましたけども、 PV トライユナイトの PV 裏話お届けしました。本日はここまで。中島めぐみの進化論。失礼します。先生、ジャージ部に入部させてください。中島めぐみの進化論。中島めぐみの進化論、今回もそろそろお時間です。今回のジングルボイスはハンドルネームパルマさんからいただきました。ありがとうございます。そして進化論では皆さんからのメール24時間いつでもお待ちしております。シングルだったり、まあ、これから発売になりますけどアルバムだったり、いろいろ裏話聞かせてちょとか、中島めぐみへの素朴な質問、それから最近ハマってること、昨日何食べたとか、そういうことでもいいのだよ。とにかくメールお待ちしております。アドレスはまめぐ@スターダストミュージック .co.jp、 まめぐ@スターダストミュージック .co.jp です。気軽に送ってくださいね。それでは中島めぐみの進化論、この辺でまた来週お会いしましょう。いってらっしゃい。さようなら。おやすみなさい。